ですね、ミント君と一緒に今度旅行に行くということで、ミント君の荷物のパッキングをしていこうと思います。ミント君との初めての旅行なんですけども、一生懸命ちょっと必要そうなものを調べましたので、ミント君と一緒にパッキングしていこうと思います。それでは早速スタート。はい、では早速詰めていこうと思います。まずはちょっとお食事系から詰めていこうと思います。まず最初にこちら3つ用意したんですけども、おー犬が、3食分のミント君のフードですね。これいつもミント君が1食で食べてる、ちょっと喋ってんですけど、食べてる1食分をそれぞれパックしました。2食分でいいと思うんですけど、ちょっと1食分多めに持っていきます。ちなみにこちらのトートバッグにミント君の荷物を詰めていこうと思います。やめて、やめなさい。続いてこちら、はい、おやつですね。ミント君が普段食べているおやつなんですけども、ちょっとね、可愛いワンちゃんの柄のジッパーにいつも入れてます。これをね、このまま持って行ってミント君のご褒美にしたいと思います。なんか盗んでったけど、盗んでっちゃう。ちょっとパッキングしたいんですけど、みんちゃん、パッキングしたいんだけど。ママ一人でお散歩行っちゃうの？いや、ママ置いていくのか。続いては今ミント君が気にしてるこちらですね、ミント君のフードボールです。これ最近このちょっと高さがあるこのフードボール、今までは大きすぎて使えなかったやつが使えるようになってきたので、こちらを持っていきます。タオルの上で休んでるね。もう自分がくつろげる場所をさ、分かってんね。では続いてこちらですね、はい、ペットボトルとペットボトルシャワーキャップっていうのかな、前紹介したと思うんですけど、ペットボトルの蓋につけてお水を飲ませたり、水を道に流したりとかするものですね。このセットをちょっとお水を入れて持っていこうと思います。続いてミント君のグルーミング系を詰めていこうと思います。ちょっとグルーミング系は先にこっちの袋に入れてきますね。まず最初に、はい、こちらですね、スリッパーブラシ。うわ、これはちょっとブラッシングの必須アイテムなので持ってこうと思います。で、こちら串類、あ、こっち、はい、こちら串類ですね。顔用のちっちゃいものと大きいタイプとあるんですけど、まあ、これも合わせて使ってミント君の毛並みを整えようと思います。はい、続いてこれですね。これはオーラルコートがこのスプレーで、これは指サック型のミント君の歯ブラシになります。これマイクロファイバーでできてるんですけど、これを濡らしたりだとか、このオーラルコートを吹きかけてミント君の歯を直接こうやって磨いてますので、まあ、歯ブラシ代わりにこちらを持ってきます。こちらはちょっと2種類の液体ですね。これはこの後もうちょっと作ろうかなと思ってるんですけど、これは普段ミント君の涙焼けとかよだれ焼けに使っている硳酸を薄めたものが入っているボトルです。で、こっちはね、イヤークリーナーでミント君の耳の中のお掃除をするための液体です。この液体2種類もちょっとしっかりめにキャップを閉めて持ってこうと思います。はい、で、これが最近導入したグルーミンググッズなんですけど、パウケアクリームっていって、肉球が乾燥した時に使うクリームです。ジェル状になってて結構触り心地とかいいんですけど、ミント君はあまり好きじゃないみたいです。これはちょっとね、グルーミングというか番外編なんですけど、虫除けスプレーでワンちゃん用のものですね。旅行先でもし虫が多そうだったりした時は、これでちょっとミント君をね、シュシュッとやって対応したいと思います。
まあ、こんな感じでいろいろ詰まってきましたのでこれごとしまいます。続いてちょっとお散歩系を詰めていこうと思います。アーネストリードのセットですね。ミント君といつも使っているものです。ミントカラーでお気に入りです。持ってきます。ピンちゃんやめて、やめて、ちょっとあんたやめなさい。あんたこの中に入って持ってっちゃうよ、旅行に。こら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 、入っちゃうよ、袋の中入っちゃいますよ、ミントさん。はい、続いてお散歩系グッズ、こちらですね。お散歩から帰ってきた時に使うシャンプータオルを持ってこうと思います。これかなりいい匂いで私が気に入ってるアイテムです。次はこちらです。これはトイレに流せるウェットティッシュですね。お散歩以外にも使える万能なグッズなんですけど、このもう新品のたっぷり入ってるものを持っていきたいと思います。そしてこれですね、もうお散歩には欠かせないうんち袋です。これは匂いがしないっていううんち袋でいつも助かってる。こちらをちょっと多めにこの中に詰めておきました。ちょっとミンポコ探検隊、ミンポコ探検隊さん、ダメよ、はいはいはい、ここ行ってください、ここ行ってください、ここ行ってください、怖いね、はいはいはい。次におトイレ系グッズをちょっとご紹介します。はい、最初はこちらですね。これちょっとまとめて入っちゃってるんですけど、トイレットペーパーとペットシートが、こら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 豪快な大泥棒め、ダメよあんた、ペットシーツとトイレットペーパーの入っている袋です。まあ、トイレットペーパーは本当に何かあった時すぐ拭けるようにっていうのと、ペットシーツもね多めにこの中に詰めておきました。はい、次はこちらですね。こんなにゴム製のビローンとしたものなんですけど、これね、この角のところにペットシーツをギュッて押し込んでセットすることでペラペラなんですけどトイレになるので、こうやって折りたたんで便利に持ち運べるということで、旅行にはトイレとしてこちらを使いたいと思います。そして万が一の時とかのためにね、こちらの匂い取りスプレー、これも持ってこうと思います。なんかチェックアウトした際にこういうのをシュッシュって気になるようなところにかけるのもいいってなんかサイトで読んだので、こちらはねしっかり使ってこうと思います。ちょっと最後にその他必要なものを詰めていきます。まずこちらですね、もっと小さいのがあってもよかったかなって思うんですけど、コロコロを持っていきます。まあ、ミント君そんなに毛が抜ける方ではないんですが、ちょっとマナーのために念のためコロコロを持っていきます。続いてこちらバスタオルですね。ミント君がいつもクレートで寝てるんですけど、その上にこうかけてあげると結構安心するみたいなので、いつも使ってるバスタオルです。旅行先でも使おうかなと思ってこちら持っていきます。最後にこのスリングですね。ミント君はスリングがちょっと大好きなので飛びついてますけど、もちろん車とかのね移動だったりとかそういうものはクレートにミント君を入れて連れていこうと思うんですが、ちょっとした移動の際はこちらのスリングももしかしたら必要になるかもしれないと思うので、このねスリングも合わせて持っていこうと思います。はい、ということでこんな感じでトートバッグがパンパンになりましたが、おおむね必要なものは入ったと思います。明日からミント君と一緒に1泊2日の旅行に行ってまいりますので、ちょっとそちらのね様子も動画にしていこうと思っております。旅行の様子も楽しんでくださると嬉しいです。楽しみにしていてください。それではここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思った方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。コメント欄にコメントもしていてくださるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。